どうも社長、どうも高田です。マンズマンズ、はいはい、大間遠征お疲れ様でございました。まあ、結果はね、はい、まあ、見てもらった通りね、ちょっと残念な結果だったんですけど、はい、ダメでしたけども、ダメでしたけどもダメでしたけど、まあまあリベンジはまあまあまあそうですね、もう行くと約束したので、そうですね、はい、でも悔しくて、あの市場でマグロ買ってきました。おなので今回釣れなかった分食べてやっつけようかなっていう、はい、食べてやっつけるってちょっと分かんないですけど、まあそうですね、あの食べてストレス発散しようと、そう釣れなかったストレスを、そうですね、なんでね、今回ね、久々のロマン焼き、おうまい、マグロロマン焼きを、ロマン焼きで言えばパート3ぐらいになる、ね、あ、そうですね、パート3ですね、まあ、そうですね、ちょっと工夫も考えまして、はい、今回やっていこうかなと思いますので、わかりました、楽しみにしておきます。じゃあ今回は男のロマン焼き3。じゃん、赤身ブロックで買ってまいりましたので、何ですかこれ何ですかって、この肉じゃないですか、肉、そうなんですよ、このまま男の丸焼き、おおしてやろうかなと、もう今までのね、もうタイだシイラを消すように、もうこれで一気に挽回しますので、てっきりできる、私はあのマグロ一本いくのかなっていう、一本もさすがにいろんなクレームきますよ、もったいないとか、これももったいないですけどね、もったいないですけど、我々だからできるロマン焼きをやっていこうか、いいですね、じゃあ今回こちら、アウトドアスパイス、西さん、味付けはじゃあ高田にしてもらって、お任せください。じゃあ私は前回まで学んだことで設備の方、はい、いじってまいります、よろしくお願いします、お願いします。高津キッチン、ようこそ高津キッチンへ。今日はですね、このマグロ、トゥナのソテーで、今回使うのはこちら、ボリニッシはい、完成しました。皆さんもぜひご家庭でやってみてください、ね、今回ね、ちょっと前回と施設が違うんです。前回はこの状態、じゃん、今ここにぶっ刺してくるくる回して焼くとですけども、あれだと身が回らないという欠点が出たので、今回はこれです。じゃん、この金網でキャンディーのようにくるんで番線で両端を止めてしまえば身も一緒に回ってくれるんじゃないかなと思いますよ。これがロマン焼き3、今までと違うぞというところでやっていこうと思います。じゃあね、食材取りに行きましょう。え、こんなんじゃ味しねえだろう。完成しました、はい、キャンディーキャンディあの試行錯誤のでキャンディーになりましたので、あ、でも一番回りそうですよ。あ、本当一番回りそうですよ、今までで、あの3度目にして成功したいんだと思いますので、こうやってくるくるね回して、まんべんなく焼くっていうのがゴールですから、はい、それでは僭越ながら私が、いいですか、お願いします、回させていただきます、それでは、はい、皆さんご唱和ください、ご唱和ください言いますよ、はい、お、今はいいんじゃない？お、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 あ、いいんじゃないですか？これがやりたかったアニメの肉焼きですよ。
これで丸焦げになることもなく、はい、まんべんなく焼けて、正解はキャンディーでした。キャンディーでしたね。ちょっとね、見た目は悪いですけどね。そうですね、今焼けるんじゃないですか、うまいこと。ちょっと焼き上がるまで、焼き上がるまで待ちましょう、はい、待ちましょう。成功だね、今回は。さあ、出来上がりました。出来上がりました。いいんじゃないですか、今回は。いや、いいですよ、これ。マンガ肉みたいなね、はい、感じで。匂いも美味しそうですし、すごいいいですね。なんかもう焦げ目もついてなくて。あ、そう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 、すごい上手に焼けたんじゃないですか。はい、大成功なんじゃないですか、もしかして、はい、まあ、あとは食べてみて、食べてみて、どんなもんか、はい、もったいなかったのか、それともこれはうまいってなるのか、やってみましょう。はい、もうこのままこのまま、いきましょう、はい。とりあえず一口、ええ、いただきます。うん、あ、美味しい。うん、ちょっとまあスパイス足りなかったかもしれないですけど。あれ、そう、スパイス足りなかった。あんたりないでしょ、足したんだけど。あ、そうです。足したんだけどまだ足りなかったようだね。ああ、うん、なるほど、うん、足りないね。よし、かけますか。うん、もっとガッツリ味足した方がいいかもしれない。かけますか。わざわざ前を取りやがって。また。よし。また。スパイス足りなかったってこと。またそれ。いや、でも継がないんだよね、これ。焼き上がったものにかけても継がないんじゃないですか。いただきます。はい。うん。あ、いいくなった。あれちょっと大丈夫かな、これちょっと割れちゃうんじゃないの。ピじゃない。あ、ダガちゃん、あダガちゃんよ。男らしい料理ですね。いやいや、ね、気を取り直して気を取り直して、私が作った意味は、あのマシーン作った意味、いや、でもやっぱり見栄えがいいですか。見栄え、まあ、見栄えはいいけどね。こういう感じでいただきます。はい、ジャーキーみたいなもんね、見た目。うめえ。じゃあ見せこんじゃん。じゃあ私をちょっと男らしくこう。うまい。あ、この焼くとやっぱ筋のとこが油あって美味しかったんですよ。ああ、油あるとことないとこって感じですかね。うん、でも赤身のブロックなんで、でも夏マグロにしては油あるマグロなんで、赤身でも美味しく食べれますよ。いいですね、これ。うん、大成功っていうことでにしましょうか。いいですね。いいですね。なんでね、今回はもうマグロの締めくくりとして、マグロの締めくくりでもありますし、うん、おそらくこの夢のあの肉焼きマシン、ロマン焼きの、うん、まあ、完結編にもなるんじゃないですかね。完結編ですか。まあ、成功はそうね、ゴールはしたと。そうするとまだやっぱり改良の余地は、いや、また大型魚がね、何取れるか分かんないんですから。あ、まだやってみたい魚もあるので。分かりました。私またお供しましょう。そうしましょう。はい、だって、こういう食べ方もあるんだよっていうのは伝わったかなと思いますので、はい、皆さんもこれはバーベキュー時期なんで、そうですね、はい、ぜひマグロのブロック買ってやってみたらいかがでしょうか。はい、非常にヘルシーではあります。あ、そう、はい、じゃあね、はい、今回こんな感じで終わりますか。この辺で、今回のローマン焼き真似してみたいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ヘバ眺めていた窓に映る世界に届かない。